はい、ということでね、もうすぐなんだっけ、リゾート大島に着きますが、初日ねちょっと画像が途中で止まっちゃったんで、キャンピングトレーラーを引いてると思って皆さん見てくださいね。すっごい狭いんで、すっごい狭いんでね、ここ。はい、静かにと怒られちゃった。感動体験。なんてこと。まああのキャンプの勝又家の方も、あのでっかいトレーラー引っ張ってきてる。確かあの時もでっかいよね、もうね、トレーラー引いてきてるから大丈夫だと思う。ところどころね、待つ場所があるんだけど、なんかトレーラー引っ張ってて完全に待てるかっていうと、ちょっとね、うん、まあ引っ張ってて、もし向かい合っちゃったら、謝ってまで下がってもらおうという精神でいけば大丈夫です。もうそれしかないもんね、だってね。よし、薪も買ったし、お風呂まで45分あるから。昼の前に散歩だ。お昼じゃなかった、お風呂で。ここの電源サイト、キャンピングトレーラー止めるんだったら20がいい、21でもいいかもしれないけど、前がダブルサイトになってるんで。ここのいいところはね、隣が通路っていうことで、開くスペースが開くね、いいよね。よし、こっちの方行ってないからさ、行ってみようよ。いつもお風呂行くのにあっちばっかりは行ってて、炊事場付き。なんか4月の終わりぐらいまで、ここなんだ、芝生を復活させてるみたいで、炊事場付きはないんだよね。シャンプーハットですか。8番ね、あそこ広いから、トイレの匂い気にならなければもうめっちゃいいよ。もう水が出る。ドッグラン、ワンちゃんいないけど、デグーランじゃないんだね。こっちも道があるよ。子犬用ドッグラン。ここ電源があったらさ、いいのにね。広くない？何が？んか？うまい、投げんのうまいの。そんなまっすぐ飛ばないよ。ああ、下手すぎる。いいか、もうお風呂の時間になっちゃう。もうダブル1区画サイトはいいかもしんないね。ちょっと斜めだけど。あのトレーラーに、これ何だったんだろう、このスノコ気になるよね。ああ、
これを引いていいんだよ。スノコね。でもちょっと重いね。2人で持ってこない。ああ、薪とかをここで売ってるんだよとかね。売店が閉まっちゃった後に後でお金払える。へえ、そういうシステムいいね。知らなかった。こっちがコテージか。薪とかはね、売店閉まっちゃった後に欲しくなったら、あそこから持ってったらお金払えばいいんだって。ここね、洗い場がお湯が出るのがいいよね。すごい熱湯が出るからさ。2個入ってた。よし、入れて。うん、そうだよね。オッケー。いいね、喉まで。桜。ドライヤー充電。ここでコインランドリー200円、10分100円、電子レンジとスマホ充電できるんだ。いいね。行こう。なんか実はこの展望サイトが一番キャンピングトレーラー入りやすい。W55 とかいいかもね。25。あ、じゃあ52、51。52、53がいいのか。トレーラーバッチリだな、ここ。うん。いや、なんか今日いいじゃん。今までで一番いい陽気だ。イエーイ。うちの生活感出まくりサイトはどうですか？タオルが干してある時点で。タオルが干してある時点で。はい。お、ご飯が、炊飯が。今何時？6時？あれ、もう飲んでる人がいる。オンでないよ。はい。じゃあ、乾杯。リゾート大島、5日目？5日目だ、5日目いるぞ。乾杯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 。あー元気出るね、寒くて。新スーパードライ。それか。よし、今日はロバート大賞で。それね、焼いていくぜ。はい、ついたかな。普通だったね。これアルゼンチン産のね、生食用のエビをあえて焼くと。これなんだ、手羽元、手羽先、スペアリブ、あとトマト、サラダもあんだけどな。やっぱ王道だよねこれ。これここあったかいよ。あとそうだ、きびなご干しって何？これ焼いて食べて美味しいんだよね、多分。これさ、何？あがら寿司って何？和歌山で。すごいね、からしつけて食べて、これお弁当になってんの。お箸もついてて、これでお弁当になってて、ですごい持ちそうなのに、1日しか持たない。あの、コープに売ってた。近く。サンマ。今日、今日はね、こうなんか地物のなんかこういう干物とかそういうの売ってた。
これうまそうだよね。うわ、キビナゴうまそう。これサンマ、サンマ食べてみようよ。どうやって食べるのこれ。生姜、あ、生姜とからし、醤油。醤油はいいね。からしは嫌いだっけ、ママ、うん、じゃあからしは最近でも食べられてるのかな。からしからしはあれからしはつけたりつけなかったり、はい、じゃあ半分ついてる。あ、でもこの一番うまそうなのこれ。あ、つけすぎちゃったよし、じゃあちょっと食べてみる。危ない、危ない、大丈夫か。なに、サンマ。これだ。ん、なんか爽やかな味がする。うまい、うまい。これ1位になった、ラッキー。寒いね。きびなごの干物、めっちゃうまい。これうまい。こんなにいっぱいに、こんなにいっぱいになってる、なってる。なんかね、あのアワビを本当は食べたかったんですけど、アワビって夏なんだってね、知らなかった。で、今なんか伊勢エビが取れてるらしいんだけど、今年は漁が始まったばっかりであんまり取れてないっていう話でね。ということで、まあスーパーに売ってる安いねエビがあったんで、600円です、これアルゼンチンエビ。これを焼いて食べたいと思いますね。いやー、すごい豪華だよ今日、見た目が。でも一番うまいのはキビナゴか、これ。キビナゴすごい美味しい。いやー、うん、センチ、おろす生食用のエビ、うまっ。ちょっと焼いたらうまいよね、やっぱり。やばっ。今回ね、一番うまかったのキビナゴで、その次にうまかったのがあのクジラの、あの腕物、内臓、あれうまかったわ。ねえ、これうちじゃ、うん、まあいけないんだけど、これがあって。はい、ということでね、ここまでずっとあの動画を見ていただいてありがとうございます。今日はあの一番寒い日でね、天気いいんだけど、うん、一番寒くて、でもちょっとね、一番下にゼロちゃんがね、まあまあ寝ています。5人、4人でね、ご飯食べれたんで、すごい良かったなと思います。まだやってるんだけどさ、寒くていらんないね。キャンピングカーでやりたい。キャンピングカーでやりたいね。確かにキャンピングカーなんかめっちゃあったかい。で、今回の旅はそうだな、何年ぶりだろう、8年、5年ぶりぐらいに紀伊半島来て、で、那智の滝とかも行けて、最南端でみんなで写真撮れたりして、すごくね、貴重な時間になりました。やっぱりこう1泊2泊で過ごすのもいいんだけど、拠点を構えてその周辺をじっくり観光するっていうのはね、めちゃ面白かったですね。ジオパークでおじさんのね、お話めっちゃ長かったけど面白かったし、うん、まあそんな感じで、ご覧いただきありがとうございました。まだ明日も、明日の動画もあるんで、まだ帰るのにね、2日ぐらいかかるから、ゆっくりね、やっていきたいと思います。熱いトマト。それでは、今日の動画を終わりにしたいと思います。では、次の動画もですね、チャンネル登録をしてお待ちいただければ嬉しいです。ちょっと細かいね、旅動画はメンバーシップの方に上がってるんで、もしよかったらそれもね、見ていただけると嬉しいと思います。それではまた。バイバイ。今日は寒い。イエーイ。はい。
うダメだ、寒くてダメだ。これ全部焼いたから中で食べます。中で食べようね、うん、ちょっとね、車内をというかキャンピングカーの中をねベッドにしちゃってるからもう立ち食いだね。トマト食べる、うん、トマトベーコン、おーい、うん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 、なってなんか最高。はい、ということで夜のお楽しみブラックジャックをやります。こんな感じです、キャンピングトレーラーでキャンプ場で過ごすっていうのはね。ねえ、ねえ、これね、キャンプ場です、ここね。キャンプ場の意味があるのか。いや寒いの外。まあそういうことで、マモログフィールドチャンネルです。はい、さあ早く静かにやるといいなと思って、彼はのピースがあるよ。終わり。さあ帰ります。